ゲームファイト。皆さんこんにちは。もう分かってるよね。これは分かってる。ベイングローリー、ベイングローリーの時間です。ということは、はい、あれもしかして俺の座高が高いってこと。ベイングローリーの文字が全部見えてる。まあそれは置いといて、はい、今回はですね、たくさんいただいた質問に、ジョーと私ゲームファイターが答えると、はい、で、この質問の回答を聞いていただいて、ベイングローリーの上達に役に立てていた、そういう動画です。実は質問200通近く来てるんですよね。すごいですね。これ答えきれないですね。はい、まあ動画でも答えるんですけど、多分記事も出すので、はい、記事には動画で答えなかった質問もちょっと載ると思います。まあ、今回はこの中から少しピックアップして、そうですね、お答えできたらいいなと。まず、質問に答えたよ動画ということです。はい、はい、いきます。じゃあ一番最初に、来た質問を読み上げていきます。はい、現在スキル改造8銀のものですが、クリスタルボックスよく見かけます。でクリスタルボックスのビルドはどのようにすると強いでしょうか。またクリスタルボックスとコシカに対して強いヒーローは誰でしょうか。特にコシカ対策のヒーローが悩んでいます。よければ教えてください。はい、ビルドはちょっとベイングローリー攻略を見ていたとして、そうですね、じゃあコシカ対策はどうするんですか。僕もね、突っ込んできてくるって回転して逃げてコシカにね頭を悩ませてるんですよ。そうですね、コシカと、まあ、ジャングラー同士が1対1で戦うと結構コシカの方が有利なんですけども、うん、あ、そうなんですか。僕が考える対コシカ対策としては、うん、まあ、レベル5まであったら、うん、グレイブとか、うん、あとはロナが、はいはいはい、まあ、対策として使えるんじゃないかなと思ってます。ほうほうほう、具体的にはどうするんですか。まあ、あのグレイブだったら、うん、まあ、2番目のスキルが、はいはい、あの範囲攻撃、クリティカルで範囲攻撃っていうのもあるので、ありますね、まあ、あれでひたすらコシカが動き回るの関係なくダメージを当てていく。はい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 。でロナはあの一瞬で、まあ、これも2番目のスキルなんですけど、うん、一瞬でダメージを叩き出すことができるので、はいはい、そのコシカは継続的に高いダメージを出していくんですけども、そのダメージ以上に一瞬で出すことができるので、うんうんうん、あのコシカを解散させられることができる。はいはいはい。なので、まあ、ロナであったりとかグレイブであったりとか、ダメージ化するってことですね。はい、まあ、育ち切ったグレイブはもうコシカじゃ落とせないですね。まあ、そうですね。グレイブって通常攻撃した瞬間に2番目のスキルを押すと一瞬で2回攻撃を叩き込めるんですよ。はい、で、あのスキルが終わった瞬間にクールタイム終わってるんで3回ぐらいは一瞬で叩き込めると。で、アルティメットがあればアルティメットで合計4回ぐらいいけるんで、こうしかダメージ負けしちゃうんですよ。そうですね。まあ、あとはロナは回転してしまえば強くなったら、コシカの回転なんでクライマーにならないダメージが与えられるので、まあ、短期決戦に持っていくってことでしょう。そうですね、まあ、コシカはアビリティを当てると移動速度が速くなるので、うん、はい、まあ、それをいかに封じ込むか、封じ込めるかっていうのが大事なことになってくるので、うん、やっぱり瞬間的にダメージを出せるグレイブであったりだとか、うん、ロナであったりとかが一番対策としては向いているのかな。なるほど。あとはレーンやってるとコシカがチャキーンってやってくるって言って逃げていくっていうのはすごい鬱陶しいんですけど、あれ対策ないんですか。チャキン、チャキン、あの爪で突っ込んできて、あ、バウンシーですね、はい、あれやってくる対策としてはもうとりあえず食らっとくのも一番なんですけども、あの突っ込んできたらちょっと引く、引く。で例えばレーンヒーローが、うんうん、まあ、リンゴであったら突っ込んできた瞬間にアキレスを打って、うん、移動速度を増幅しながらトワイルで逃げたり。ああ、なるほどなるほど。ボックスだったらもう突っ込んできたらはい連続攻撃に逃げるみたいな感じで、はい、まあ、基本どのレーンのヒーローも、うん、あの対策できるそのアビリティっていうのは持っているので、はい、あの突っ込んできたら、まあ、対策使えるアビリティを使って、まあ、逃げる。はいはいはい。まあ、コシカだったらまだ全然1対1だったら当たっても勝てる場合もあるので、うん、まあ、突っ込んできてもあの臆せず立ち回っていただけたらなと、はいはい、なるほど、冷静に立ち回れってことですね、はい、ただコシカ突っ込んでくるときっていうのは大体ガンクで全員揃ってるんで油断すると即死と、はい、なのでそこら辺はあの経験で気をつけていただくという感じでしょうね。まあ、あとそうですね、コシカの2番目のトワリーデスというスキルは、うんうん、多くのヒールを、まあ、多くの敵を巻き込むほどダメージが上がるので、もしコシカと戦うときは味方と固まらないようにした方がいいですね、はい、なるほど。ということで一発目がヘビーな質問だったんで、ヘビーでしたね、はい、重いのほかに2つ3つは楽な方でいきたいと思います、はい、最近グローリーが溜まってきてどのヒーローも解放できる状態なのですが、どれを解放するか迷っています。今このヒーローがおすすめ、使いやすいというのはありますか。僕まず答えておくと、グレイブがおすすめです。はい、はい、単純にグレイブ今強いんですよ。攻撃速度がなんか上がっちゃってるんですよね。ちょっと早いですよね、うん、いや今までバグで遅かったみたいなんですけどね。はい、ということでグレイブは普通に強いです。どうぞ、ジョーさん。そうですね、僕もグレイブは、まあ、本当におすすめ
であとまあ今使ってて楽しいヒーローって言ったらやっぱりボックスであったりだとか、うん、まあ、あと個人的におすすめでアーダンとか、あ、僕もアーダンやりやすいのでおすすめですね。アーダンは攻撃力が弱いんで攻撃戦とか色気を出さずにロームに専念できて上達早いですよね、アーダン使って、はい、あのアーダンは非常に使いロームとしてはすごい使いやすいヒーローなので、下手にはフォートレスであったりだとかアダージオとちょっとあの動き方とかいろいろ求められるあのロームのヒーローを使うよりかはアーダンを使ってすごいあの思い思いに立ち回ってロームの動きを学んだ方がすごい上達もしやすいですし、いろいろ学べるかなと思います。はい、ということで、グレイブ、ボックス、アーダンがおすすめでした、はい、ちなみにリンゴと、キャサリンは解放している前提ですよね、これ。はい、あのすごいあのこれ以上に、まあ、おすすめする。はいはい、まあ、リンゴとかはあの本当に基本なのでとりあえず使っておきましょうぐらいの量なので、はい、じゃあ次いきます、はい、いまいちヘビ仮面の強さが分かりません、教えてください。いや、ヘビ仮面ほんと強いんですよ。これね、強いのは分かるんですけど意外に効果を実感することってロナしかないんじゃないですかね。いや、って思いがちなんですけども、うん、まあ、タカとかリンゴとかでヘビ仮面使って、うんうん、まあ、攻撃速度上げたりしておくともう攻撃しながら回復するので、うん、あのすごいあのヘビカメの強さが分かりますね。であの極端な例だ と、うん、スキル階層4以下の時に層を使って、はい、物理ビルドで行ってヘビカメに 2,3 個積んだりして遊んでると、うんうん、まあ通常攻撃で倒れませんよね。ヘビカメは 2,3 個積めと、まあ1個でも十分なんですけど層とかあまり逃げられないヒーローじゃないですか、うん、そういう時に3つとか積んでおくとあれなんでこんな回復できるのみたいなことが起きますね、うんうん、まあ、これスキルペース上がるとちょっと使えないようなことでもあるんですけども、まあ、1個積んでおくだけでもあのあのヒットポイント の、 その ミリでの戦いっていうのが必ず生まれてくるので、はいはいはい、そのミリでの戦いにヘビ仮面のおかげで勝てるっていう場面とかが生まれてくるので、うんうん、そういう時に強さを実感しますね。僕の中ではヘビ仮面積むよりはシャドウ積んだ方がそうミリを削ってるから強いだろうっていうイメージがあるんですけど、あ、まあそこは思い思いになるんですけども、まあ、シャドウだけ積んでおくと、うん、アーマーを積まれた時にその分ダメージが取らなくなるっていう場合もあるので、うん、ヘビ仮面を積んでアーマー貫通のアイテムとかを積んだりすると、まあ、よりヒットポイントの回復幅とかも増えたりするので、はい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 、まあ、そこは調整が必要ですけど、まあ、サローでもいいしヘビ仮面でもいいし、まあ、お好きに自分がなかなか死なずに立ち回れる自信があるのであればヘビ仮面を積んでチクチク回復しながら育ってみたらいいかもしれませんね。じゃあ次、クラーケンを取るタイミングを教えてください。これ重要じゃないですか。クラーケンを取るタイミングはエースを取ったタイミングか相手が明らかにそのリスポーン地点、まあ、ホームのクリスタルの近くにいるとか分かっている時に取るといいですね。なるほど、まあ、あとはエースを取っても先にタレットを1個壊してから相手が追いつくより先にクラーケンを取るっていう風にやってもよりすごい取りやすかったり、うんうん、勝利に近づいたりしますね。なるほど。はい、次、反射ブロックを使うタイミングで意識することはありますか。これ超重要ですよね。反射ブロック、反射ブロックを使うタイミングで意識するところはまあ2つあります。はい、2つ。1つ目が、まあ、あのリンゴのアルティメットであったり、うんうん、明らかに大ダメージを受けるであろう、まあ、大ダメージだったりそのバフ、まあ、デバフというかスタンであったり、うんうん、そういう状態以上を受けるであろう攻撃が差し迫った時に使うのがまず一つ。わかりやすいやつですね、はい、ジュールの、まあ、スタンプだったりだとか、まあ、キャサリンのスタンであったり遠くからスーってきて、はい、ボリュみたいな。キャサリンのスタンは遠くから近くでやらないとどうしようもないですね。そうですね、まあまあ、遠くから差し迫ってるのが分かってる状態以上とかを、うん、まあ、余裕でカバー、はいはいはい、バリアを張りたい時とかに使うのがまず一つ、はい、でもう一つが自分のヒットポイントが、まあ、大体半分以下を切れているとき、うん、まあ、削られているとき体力が低いほど反射ブロックの効果でかいですよね、はい、効果でかいので自分の体力が低くなったときに反射ブロックを使う、はいはい、といいですね。なるほど。あとは僕の場合なんですけど勝ってるときですよ、はい、勝ってるっていう前提で敵の茂みに突っ込んでいくときに反射ブロックを敵がいるのが分かっている茂みに突っ込んでいくときにあらかじめ反射ブロックをやっておくとスタンとかさせられないので結構便利ですね。これジャングラーが反射ブロックを持っているときは使っていいと思います。あなたがもしロームだったらロームは多分クルーシブル持っているので
あのロームはちょっと何かのタイミングにちゃんと合わせてから使ってあげます。それぐらい食らってもいいよね、うん、そういうことですね。はい、はい、次いきます。ということで、反射ブロックのタイミングでした。じゃあ次、僕もこれをねこう聞きたいんですけど、結構上級テクニックでいきますよ、はい、ライトな質問続けたんで、はい、スタッターステップでテクニックあります。あれですね、逃げながら移動して、まあ言い方がいろいろあるんですけども、回答って呼んだりとかスタッターステップって呼んだりするんですけど、はい、まあ攻撃するときポチポチってやって、技が出た瞬間に移動する向きを変えてモーションをキャンセルして、まあ、攻撃速度を上げたい、上げるっていうテクニックですね。結構ヘビーな、こうやってブーンって振るじゃないですか。はい、で実際はここら辺のところでグレイブは敵にダメージを与えてるんで、はい、もうじゃあ与えたなって思ったら移動しちゃうと、ここの振り終わった時のモーションがなくなって、その時間分攻撃が次の動きが速くなるんですよね。はい、というテクニックなんですけど、何がコツなんですか？結構ね、コツ難しいんですよ。ですね、僕の場合はヒーローごとにそのコツってのはやっぱ異なるので、ヒーローごとにどういうモーションが出た時とかに、はいはいはい、ダメージ判定が入るかっていうのを、うん、まあ慣れて覚えたので、それが見えた瞬間、はいはい、あ、キャンセルみたいな感じで。なるほど。まあ、リンゴが多分一番わかりやすいのかな。リンゴは弾が出た瞬間にダメージ判定が起きるので、はい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 、まあ、その弾が当たった瞬間に。じゃあ赤いのが見えたらもう戻る。まあ、そうですね。出た瞬間にキャンセルみたいな。あとセレスも通常攻撃がピッてボワンボワンって出るじゃないですか、はいはいはい、あれが出た瞬間にあれが到着したらダメージ受けるので、あれが出た瞬間キャンセルできるので、まあそういう風に何かしらそのダメージ判定の特徴っていうのがあるので、それを見たりしておくといいですね。はいはい、なるほどね。はい、じゃあ次ちょっと真面目な質問に行きます。僕はよくレーンキャラを使うのですが、ハラスを仕掛けるのが苦手です。ハラスっていうのは嫌がらせですね。まあ、相手のヒーローの攻撃してダメージ与えてちょっと嫌がらせをする、はい、そうですね。ハラスを意識するとラストヒットを逃したりミニオンだけを勝っていても、相手と差をつけられないし、そこでベイングローリープロのジョーさんにハラスのコツを教えていただきたいです。主にボックスリングを使っています。はい、ハラスのタイミングなんですけども、はい、自分のミニオンのヒットポイントが高い時にやったりだとか、うんうん、一旦ミニオンを全部倒し尽くして相手のミニオンがいない状態の時に相手のヒーローに攻撃を仕掛けるといいですね。相手のミニオンがいる時に相手のヒーローに攻撃仕掛けちゃうと、その相手のミニオンの方から攻撃を受けて予想以上にダメージ与えられちゃう場面とか多いので、結構ミニオンの攻撃力高いですよね、はい、なんでミニオンがいない時にダメージを仕掛けていくっていうのがちょっと面白いですね、うん、なるほど。でも大体は同数じゃないですか、同じようにラストヒット取っていくと、はい、ミニオンも同じようにいる状況が多いと思うんですけども、その時は、まあ、それはミニオン、レーン勝負になってくると必ず、ここですね、レーン勝負になってくると必ず、その、どっちかのタレットの方にミニオンが寄る機会っていうのがあるんですよ。はいはい、そういう機会って必ずどっちかがミニオンを先に倒したりして、数の均衡が崩れた時なので、うん、それが崩れた瞬間に全部倒し切って、うんうん、相手のヒーローにダメージを与えてハラスをするとかすると良いですね。なるほどですね。つまりラストヒット取るのは優先なんですね、どちらかといえば、はい、ということで、ラストヒットをちゃんと取った上でチャンスがあればハラスをしよう。無理にする必要はないです。無理にしようとして、まあ、ガンっていって相手のジャンガラとかロームに一気に削られたら、もう元も子もないので。はい、じゃあ次、またまたレーンです。僕も結構ね、レーン苦手なんで質問したいこと多いんですよ。はい、序盤から中盤にかけてレーンのプッシュの仕方がよくわかりません。プッシュするというのはレーンを押し上げる、まあ、相手のタレットの方向に持っていくですね。ミニオンを持っていくってことですね。はい、私はガンク、集団攻撃されるのを恐れてなかなかレーンを押せず、レーン中央より自陣側でミニオンを狩ることが多いです。それが原因となってレーンをされ、ファーストタレットを先にやられてしまう場面がありますと。ガンク対策として相手側の物資にスカウトトラップやフレアガンを使えば良いというのは分かっていますが、実戦ではレーンを押せるチャンスのタイミングにそれらのアイテムが切れてしまっている場面もあり、ガンクに怯えながらタレットを攻めています。さあ、どうすればいいんですか？こういう時はミニマップを見るとすごいいいですね。はいはい、右上の画面右上のミニマップを見ていくと、自分の味方が見えてる視界とかも見えたりするので、相手の居場所が分かったり、うんうんうん、で相手の居場所が見えた瞬間に押すっていうのをするといいので、そうですね、まあ
下手にまあスカウトトラップとかフレアガンを置き、まあ、置いたり使うのもいいんですけど、その分をいかに節約するかも大事になってくるので、うんうんうん、ミニマップを見てその味方の動きや相手の動きを把握するっていうのがまず大事になってきますね。そうですね、まあ、そういう意味で言うとロームのキャラクターがどれだけ敵のに対してスカウトトラップをちゃんと置いて敵の動きを把握させてくれるかっていうのも重要なんですよね。まあ、ロームだけがスカウトトラップを置くとアイテム差っていうのはできちゃうので、まあ、ジャングラーもレーナーもまあ何個かは置いてあげるとすごいですね。はい。でちなみになんですけど、僕最近いいところ、いいあのスカウトトラップの置き場所を発見したんですよ。はい、レーンの中央にジャングルが2つあるじゃないですか、こうやって。はい、でみんなジャングルの中にスカウトトラップを置くんですけど、あえて敵側のジャングルの外に置くと、あのジャングルの中は見えるのにジャングルにいる相手はあのトラップを踏まないという状況が生まれて、位置がバレてるのに気づかないでずっと待ってるみたいなことが起きたりして結構楽しいですね。そういう高みの置き方がすごい大事ですね。はい、あの敵に踏まれない置き方をするとスカウトトラップ代を節約できます。はい、はい、といったところで、ちょっとマニアックな質問もありつつ楽しい質問もありつつ、あと1個ぐらい、あと1個ぐらいいきますか。違いますか。じゃあと結構ですね、皆さん同じことを考えている方が多いんですけど、じゃあいきます、はい。クリスタルリンゴ何が強いんですか。物理の方が強くないですか。はい、クリスタルリンゴですね、非常に強いです。あの結構ね、僕物理の方が強いって結論をついちゃってるんですけど、まあ、あのその時の、あの流行りのビルドっていうのもあるんですけども、うん、クリスタルリンゴはもう本当に十分強くて、オルターガレントを積んだりしたら2番目のトワリング非常に2発に1発大ダメージを出せたりだとか、はいはいはい、アルティメットで相手が倒れる、はい、とかなので、あの非常に、まあ、ビルドアイテムにもよるんですけど、うん、オルターカレントを積んだりしてシャッターグラス積んでブロックミス積んだりってやると、うん、大抵回線前にもう炎を吐くだけで相手のヒットポイントが半分以上削れたりとかするので、はい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 、あの非常に有利に持っていきやすくなりますね。回線前に炎を吐こうとするじゃないですか、はい、炎のなんかフラッてなったのを見て敵が突っ込んできて、そのモーションの間に結構やられちゃうんですけど、そういう時はあの茂みからジャングルから炎をやると相手にモーションが見えないので、あれ見えるんですよ最近確か。え、いや見えます。あの攻撃してるやつは見えるんですよ。おお。だから攻撃モーションに入ってると確か見えるはず。でもそのあのギリギリの距離から発動すると無理に突っ込んでくる羽目になるので、うんうん、相手のレーナーであったりジャングラーが追いつく頃にはもう打ち終わってるんですよ。はいはいはい、はい。で大抵向こうから突っ込んでくると固まる羽目になるので、はい、そうするとアルティメットが当たった瞬間に大ダメージを3人に取り込めることができるんで、むしろ見えて突っ込んできてくれた方が勝ちやすくなる。なるほどね。あとはギリギリの距離で打てるかどうかのテクニックです、はい、結構難しいですね。あれは相手を選択したから打つので、もう相手ちょっと見たら選択してあ、発動した、はい、よし叩くぞお前らみたいな感じでやるんですね。はい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 、ということでした、はい、では皆さんこの、参考になるものと参考にならないものとあったと思うんですけども、ピックアップはゲームファイターさんがやってくれたので、はい、まあ、まだ、攻略サイトの方でも、はい、記事としてそうですね、あの重要そうな質問はたくさんあるんで、はい、あのいくつか聞いて何回かに分けて出したそうですねかなと思っているので200通近く来てるんですからね、はい、皆さん、ご期待ください、はい、ということでまずは動画で、回答でした。皆さん、またよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください。以上、北海道の吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。